石破茂君、石破君。総理、連日本当にご苦労様であります。立場は違いますが、総理という仕事がいかに重圧に耐えねばならないものか、本当に命を削るような仕事であることは、私も何度か閣内にいて総理を近くで見てよく分かっておるつもりであります。しかし、総理が任命される陛下の認証を仰ぐ閣僚と違って、総理は自ら日本国総理大臣になりたいということで代表選に立候補され、勝利をされ、今日の地位を得られた方であります。泣き言は言ってはなりません。そして逃げてもなりません。総理と私は同じ昭和32年生まれであります。私が2月、総理が5月、同じ時代を生きてきました。ケネディの暗殺も初めての衛星中継で見ました。そしてまたロッキード事件も見てきました。同じものを見、いろんな思いを持ってきました。民主党の総理であり、私は自由民主党の政策をお預かりする立場です。立場は違いますが、同じ時代を生きる者として、次の時代に何を残すか、日本国のために何をするか、その責任は共有したい。私はそのように思っております。どうかそのような観点で質問いたしますので、的確にお答えをいただきたいと存じます。まず第一に、岩手県や秋田県の公共事業受注に際しては、小沢事務所が強い影響力を行使、談合にあたってゼネコン各社に天の声を発し、受注業者の選定に決定的な影響を与え、その影響力を背景に多額の政治献金を西松献金が行う。これが第一。第二は、水沢建設からも伊沢ダム受注の見返りとして、小沢事務所が1億円の裏金を受け取っている。第三に、この犯罪の背景には、公共事業をめぐって長年にわたる小沢事務所と企業との癒着関係がある。そして第四に、小沢元代表がりそな銀行衆議院支店から融資を受け、陸山会に4億円を転退した行為は、小沢元代表自身も説明できない4億円の存在を隠蔽するための工作である。第一審の判決ではあります。しかしながら、これにより秘書個人ではなく、だからこそ執行猶予がついているのですよね。彼らが秘書になる前から行われていた、だからこそ執行猶予がついている、判事していますね。小沢事務所の組織的継続的不正行為が地裁段階で認められたということであります。あなたが選任をされた民主党の越石幹事長、昨日報道に対して小沢氏の証人喚問も、あるいは石川氏の議員辞職も党としては考えていない、そのようにおっしゃいました。民主党は何なのでしょうか。政治と金について徹底して国会におけるそのような説明を回避したのではないでしょうか。説明責任を果たそうとしなかった。そして民主党としても彼らに対して積極的に国会の場で説明するように商用もしてこなかったし、指示もしてこなかった。これは一体何なのだということです。これは省の場の話である、国会でやることではない。そしてまた、私は総理大臣であるので答える立場はない。多くの総理大臣はそのように答弁をしてきました。私はそうではないと思っているのです。省の場で判断をされるのであれば、政治倫理綱領というのは一体何だったのだ。昭和60年に定めた政治倫理綱領、これはこの場にいるすべての衆議院議員、参議院議員も同様です。守らねばならない綱領であって、そこにおいては省の場で判断が出るまで、最終の判決が出るまで説明しなくていい謎とはどこにも書いていない。法的な責任と政治的な責任、それは異なるはずであり、私たちはここで国脈をつけようとか裁判ごっこをやろうとか、そんなことを言っているのではありません。自らが疑惑を持たれた、そのように思ったときは真摯に説明し、疑惑を解明するように努めなければならない、すべての衆議院議員が守るべき政治倫理綱領であります。我々もまた同様であります。民主党の一人理事であられる岡田当時の幹事長、証人喚問、そういうことに政倫審の審議積極的に応じる、そのようにおっしゃった。今なおそれは果たされていない。これは党の答えることだというのであれば、我々は御党の責任者をこの場に呼んで意見を聞くことはできません。御党の責任者はこの場で答える立場にはおられません。総理が私は答える立場にないと言い、幹事長はこの場に出ないとするならば、国会において一体誰がそれを答えるというのか、総理以外に答える人はありません。受けたまります。これは単なる形式犯なのでしょうか。形式犯じゃないでしょう。政治資金規正法の虚偽記載の罪、それは形式犯として規定されているのではない。これが担保すべきは、守らねばならないとしている保護法益は、政治活動の公正性であり、透明性であります。ましてや、
政党助成金をいただいている我々です。もしそのような金が何の説明もないままに認められていくとするならば、政治改革の趣旨というのは全く没却されることになりはしませんか。総理に伺います。これは単なる形式犯ではなく極めて重大な犯罪だと認識をしているか、これが第一点。第二点は今日に至るまでの小沢氏の行動について、これは疑惑を持たれている、そのことは確かだ。真摯に解明する努力をしてきた、そのように考えているか。考えていないとするならば、そのことに対して党員資格停止処分中とはいえ、民主党員ですね、間違いなく民主党員だ。民主党員に対して民主党代表たるあなたが国会の場に出て説明すべきだ。疑惑が持たれそれが真実だというならば、司法の判断を待つまでもなくこの場においてその潔白を説明せよ。それが民主党の名誉でもあり、その名誉を保つことにもなる。そのようにおっしゃらなければなりません。おっしゃるべきだと私は言いません。それは同じ衆議院議員として国民に対して果たすべき責任だ。私はそのように考えます。真摯な努力をしているか、そして積極的にその疑惑を解明するように努めているか、そうでないとするならば、民主党代表たるあなたは国会の場に出て証人喚問、政倫審におぜよ、そのように言うべきか、お答えください。野田佳彦内閣総理大臣。石破政調会長とは、同世代でございますので、政治を考えるバックグラウンド、共通点が多いというふうに思います。でその中で先ほどロッキード事件のお話もございました。私も政治家をなる一つの背景としてこの問題を強く意識しました。で私が一番好きな政治家、尊敬をしている政治家は、あまりどなたもご存じないかもしれませんが、イギリスのヘンリー・ジェームスという政治家であります。腐敗防止法を作った方です。イギリス人ももう忘れてます。チャーチルやサッチャーは分かってますが、ヘンリー・ジェームスは忘れています。でもそういう政治家になりたいと思ってやってまいりました。ただし自戒も込めてでありますけれども、残念ながら政治家として襟を正さなければならないということがずっと続いているなというふうに思っております。その中で今小沢元代表に対するご指摘をいただきました、裁判の昨日の概要、判決の概要は読まさせていただきました。その上で形式感云々という私の確認をいただきましたけれども、民主党の代表ではあります、当然とは言いながらも行政のトップでありますので、行政の長が司法の判断について、逐一コメントするということはいかがなものかというふうに思います。でその上でです、私は小沢元代表が十分説明責任を果たしてきたかどうか、それぞれ皆さんの評価はあると思いますが、記者会見等を通じて折につけてですね、説明はされてきたというふうに思っております。でその上で国会での証人喚問というお話がございました。ただ証人喚問云々はこれは各党会派でしっかりとお決めを置いておければと、その上で党の対応すべきだと思います。で私はただ一つ気になるのは、来月にも報道によりますと小沢元代表に対するその裁判も始まるということです。ということは司法への影響というものも考えると、その辺はよく検討しなければいけないのではないかというふうに思います。これは私が言うまでもなく、これを見ておられる多くの国民が判断をすることです。総理の答弁は全く従来の今までの総理の答弁と変わっていない。全く変わっていない。私は冒頭に申し上げました。共に同じ責任を負うと。私は自分が正しいとか、自分たちは無謬であるとか、そのようなことを言うつもりはない。この国会の場において、いいですか？私が何を聞いたか。司法の判断は司法の判断である。それに委ねるとするならば、政治倫理考慮の意味は一体何なのかということを申し上げて、この場は国脈をつける場ではない。裁判の場でもない。立法府と行政府、そして司法。特にこの場合には、司法と立法との関係ですがね。それが分かれていることぐらい、百も万も承知の上で、あえて政治倫理考慮を作ったのはなぜなんだ。司法の判断とは別に、この国権の最高機関たる、そして国民から選ばれた我々の場で、それは国民の前でということです。疑惑を持たれたことに真摯に解明する努力をする、それが国会議員の義務じゃないですか、責務じゃないですか。なぜそれを一国会議員としてあなたはそれを果たすべきだというふうに言えないのか、なぜ言えないのか。そしてその前にお答えになった形式犯か実質犯か、そのことについては司法が判断することだ。そうではないでしょう。これが形式犯なのか実質犯なのかなというのは、行政府の長たるその法を所管する内閣を束ねるところ、あなたに答えるべき義務がある。形式犯なのか実質犯なのか、それも司法の判断に委ねればならないとするならば、行政府の
権能とは一体何なんだ、有権解釈とは一体何なんだ。有権解釈をするのは行政府でしょう。それが形式犯か実質犯か、そのことも司法の場に委ねるというのは、これは日本の法体系を履き違えた、それは間違った答弁です。もう一度お答えください。形式犯なのか実質犯なのか、そして政治倫理綱領というものを実現するためにこの場で民主党の長たるあなたが証人喚問に出るべきだということを言わねばならないのではないか。何がトンチンか、わからないでヤジを飛ばすな。どうですか、私が言ってることは間違ってない。どのように答え、もう一度お答えください。野田佳彦内閣総理大臣。民主党の代表であると同時に行政の長であることは間違いありません。その行政のトップである私が司法の判断の、特にその一審での判決についてのその中身について、これを逐一コメントするということは私は差し控えたいということであります。でその上で、証人喚問のお話引き続き出ましたけれども、あらゆる機会を通じて政治家が疑いを持たれたならば説明責任を果たしていくということは、これは基本だというふうに思います。でそれぞれが責任を持って対応すべきだとは思いますけれども、さっき申し上げた通り喚問するかどうかは、これは国会内でのご議論で決まることであります。でその上でさっき申し上げた通り、今もなくその小沢元代表に対する裁判が始まろうという時で、その時に立法府でのご議論も私は少なからずいろんな影響があるというふうに思いますので、そこは十分検討しなければいけないというふうに思います。政治倫理綱領の持つ意味というのをもう一度我々は見解服用してみる必要があるのではないか。我々は立法府の一員である、あなた方は行政府の一員である。しかし同時に総理がお答えになったように、これはどちらでも使える論理だけれども、立法府の一員でもある、そして民主党の代表である、そのあなたがどう考えるかをこの場で言わなくて誰がどこで言うのだ。私は記者会見でやってるからいいというのは、それは国会に対する侮蔑だと思う。記者会見でやってるからいい、そうはならないでしょう。だから説明責任を果たしたということにはならないのだ。国会というものがどういうものなのか、今後ろの方でね、記者会見をやってるからいいのだ、そんなことは言っていないという話だと。つまらないやじを言わないでもらいたい。そこは本当によく理解をして言っていただきたい。私はね、何のために政党助成というものを入れたのか、何のために多大の犠牲を払って政治改革というものをやったのか、それは金に左右されない政治を作るということが目的だったはずだ。力は数だと、数は金だと、いろんな言い方がありますね。政治は力、力は数、数は金、そういう考え方をやめようということだった。民主主義にある程度のコストはかかる、それは我々が襟を正すということを前提とした上で国民にご負担をいただく、そのことによって政治家は金集めよりも政治に専念をしようということだったはずだ。しかしそれにもかかわらず、その上にこういう金が乗ったとするならば、政治は力だ、力は数だ、数は金だということがそのまままかり通ることになりはしない。私は自分たちがこの政治改革に本当に一生懸命やってきたのは、金に左右されない、そのことをやりたかった。私は総理と違って同じ年代だけれども、父親が国会議員であった。そのことによって田中角栄さんから言われた、なんでお前みたいなものが衆議院議員出れるのか、それを親の知名度のおかげで名前売るお金、そして信用、それが安くて上がれるからだ、それが嫌ならば本当に選挙区を全部上がる丸けというふうに言われた。私は今でもそうだと思っているし、仮に親から政治資金団体を引き継ぐとするならば、それに課税がないなどということがあってはならない。私は本当にそう思っている。金があるから政治家になれるとか、金があるから議員になれるとか、そのようなことを排していかないと、我々の時代でこれをなしにしなければならないと思う。さればこそ疑いを持たれた人は解明する努力が必要なのではないか。政治改革の原点は、まず政治にお金をかけない、お金を通じて政治を動かさない、政治を通じてお金を儲けない、まあ、こういう原則があると思います。でその考え方は私は、委員と全く同感であります。これを判断するのは間違いなく見ている有権者です。そしてその審判は総選挙において間違いなく下されるということだけは申し上げておきましょう。そして私はね、ノーサイドっていうことを総理がことさら強調される、民主党の中においてノーサイドにしましょうもうと言って総理が考えを込めて語られたのを私は見た。
民主党の中でノーサイド、それは結構でしょう。政治全体においてはノーサイドであってはならない。政治全体においてはあなたはノーサイドではなくて、ノーサイドというのは結局小沢さんの側に立つことに他ならない。はっきり申し上げて、疑惑を持たれた人に対してノーサイドというのはそういうことでしょう。結果的にそういうことです。国民の側に立つ、すなわち国民の多くが小沢氏は真実を語っていない、何回世論調査をしても7割8割が小沢さんは真実を語っていない、そのように言っていますね。だとするならば国会の場でその説明を求める、私は当然のことだと思っているのですよ。ちなみにこれは今日のニュースです。自民党新総裁に就任した石破さんは総裁選に立候補表明した時に比べると政治改革の姿勢が残念ながら後退してきている。裏金問題は去年の11月頃から出てきた話で、石破氏が27日のテレビ番組で裏金議員への対応を決めるための知識がないと発言したのは彼らしくない言い訳、一定の知見を持って対応すべきだ、裏金問題に真正面から向き合ってほしい、総裁選で支持を受けた国会議員票を気にして思い浮かぶ顔があると主張をトーンダウンせざるを得ないのではないか、それがいいとは思わない、国民に対してもっと深い反省を持ったリーダーが出てこなければいけない、石破さんにはそういう自覚を持ってほしい。ちなみに石破さんが一所懸命に追及されている小沢一郎さんの件ですが、後に検察が証拠を偽造していたことが分かりました。いわゆる捜査報告書の捏造事件について伺いたいと思います。そこで、小川敏夫元法務大臣が出されました指揮権発動、この著書を私も読ませていただきました。この田代元検事の案件に関して、その時の事実が赤裸々に書かれております。この本文を引用させていただきたいと思いますけれども、警察でも検察でも嘘の証拠を作り始めたら誰に対しても自由に捜索し逮捕することができるのだ。ある日突然強制捜査を受けて社会的信用を奪われ、捏造された証拠によって有罪にされるかもしれないのである。放送の一員として高い信用を受けている検事がその信用を逆手に取って虚偽の捜査資料を作り始めたらどうなるのか。虚偽の捜査報告書を作成して検察審査会に送付したという行為は検察の存在意義そのものを根底から覆す重大事犯なのであるとございます。先般小川委員ご自身も質問されたと思いますけれども、田代報告書はほとんどが作文虚偽、これは明らかに記憶違いなのではないということは誰でもわかる内容なんですね。国民の皆さんが知ってるんです。これはネットで流出いたしましたから。でこれについて検察はきちんとした捜査をし、そして、きちんとした結論を出そうとしない。これを検察審査会に申し立てをされたという事案でございます。この問題について私が質問すると、どうせ小沢のことだからお前が小沢のためにやってんだろうというふうなご批判を、直接いただいたこともありますし、間接的にいただいたこともございます。しかし、そうではありません。捜査する側、今本文引用したとおり、捜査する側が、証拠や捜査報告書を捏造すれば何でもできるんです。これは人事ではないんです。誰かのことだろうというふうに放っておいたらどんどん事態は悪くなるということで、私は先ほどの有田委員の質問を聞いて、魚住先生と一緒にマルティン・ニーメラーの言葉を二人で思い返していたところなんです。私も少し引用させていただきますと、最初に彼らが共産主義者を弾圧したとき、私は抗議の声を上げなかった。なぜなら私は共産主義者ではなかったから。次に彼らによって社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は抗議の声を上げなかった。なぜなら私は社会主義者ではなかった。彼らが労働組合員たちを攻撃したときも、私は抗議の声を上げなかった。なぜなら私は労働組合員ではなかったから。やがて彼らがユダヤ人たちをどこかへ連れて行ったとき、やはり私は抗議の声を上げなかった。そして彼らが私の目の前に来たとき、私のために抗議の声を上げる者は誰一人として残っていなかった。大臣、小川元法務大臣が指揮権発動ということを決意され、これは当然のことだと思うんですね。国民の代表として検察が自らを律しようとしない、捜査する側が証拠や捜査報告書を捏造する、
誰が見ても分かる内容ですよ。理屈ではなく、私は大臣としてきちんと検察当局に対して対応するように指導をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣の明快なご答弁を頂戴したいと思います。谷垣法務大臣、この案件につきましては、先般警察審議会で一つ方針が出たわけですね。で、個別事件でございますから、今それについて私はお答えをするのは差し控えたいと思います。ただ今回のこの一連の事件で検察の信頼はきちっと回復しなければならない、それは当然のことだろうと思います。今までも検察の理念というものを新しく作成する、あるいは最高検に監察指導部を設けるというのをやってまいりましたし、また今取り調べの可視化等に新しい試みをしております。そういったことを通じて必ず検察の再生を図っていかなきゃならない、そのことは私の使命としてやらせていただきたいと思っております。森井裕子君、いいですか。はい、時間ない。その検察改革に関わって、先ほど森議員からも質問がありましたけれども、いわゆる陸山会事件、東京地検による捜査で、田代正弘元検事が虚偽捜査報告書を作成した、これが東京第一検察審査会に市民団体から申し立てが行われたわけですけれども、最高裁、この経過について少し詳しくご説明いただきたいんですが。最高裁、今崎刑事局長。ご指摘の事案につきましては、報道によりますと昨年の8月に申し立てがなされました。で、本年の4月19日に議決がなされたということでございまして、これによりますれば審査申し立てから議決まで約8ヶ月間を要したということになるものと承知しております。今さらっとご説明いただきましたけども、ここに重大な問題がはらまれてるんですよ。議決書の中身、今読み上げていただきませんでしたが、ちょっと特徴的なところだけご紹介します。要するに田代元検事の偽造報告書についてはですね、例えば読み手に誤解をさせる恐れを払拭できない、あるいはですね、何らかの意図があってこのような報告書を作成したのではないかと推察される、あるいは故意がなかったとする不起訴裁定書の理由には十分納得がいかず、むしろ捜査が不十分であるか、ことさら不起訴にするために故意がないとしているとさえ見られると。で、その上でこれは非常にびっくりしたことですけれども、検察官が説明に行くわけですよね。で、それと説明を受けた審査員の会話までこの議決書の中には書き込まれております。どういうことかというと、田代さん、田代元検事、あるいは検察の方は記憶の混同があったということを言ってるんですが、それに対して、法律には素人ではありますけれども、審査員が非常に素朴な疑問を語ったということが記録されています。こうあります。田代は40歳代半ばのベテラン検事であり、同一の被疑事実で同一の被疑者とはいうものの、2日前と約3ヶ月前の取り調べの記憶を混同することは通常考えがたいと、当たり前のことですけど。で、この点、検察審査会において説明した検察官は、審査員からの駆け出しの検事ならいざ知らず、40歳代のベテランの検事である田代が簡単に記憶の混同を起こすとか勘違いをすることがあり得るのかという趣旨の質問を受けた。だから審査員がそういう質問したところですね、検事も人の子ですから間違いはあると思うと、そういうふうに検察官は答えてんですよね。で、議決書はこうあります。その後に、それでは答えになっておらず、むしろ答えに窮して表現は悪いがごまかしていると評さざるを得ない、非常に厳しい判断を議決書で述べられております。で、ここまで来ればですね、絶対に起訴相当が出るだろうと思ったところで肩透かし、結論はこうあります。以上に指摘した点を踏まえて、本件についての不起訴処分は不当であると判断し、より謙虚にさらなる捜査を遂げるべきであると考える。ごまかしてるというようなことまで言いながら、起訴相当にはならない、不起訴不当に終わっている。じゃあ一体ここに問題はないのか。だからブラックボックスなんですよ。先ほど森議員が質問されました。実際に申し立てが行われてから8ヶ月かかってる。平均の2倍ですよ。で、さらには、小沢一郎議員の検察審査会のケースを調べてみますと、小沢さんの場合は検察審査会で、2ヶ月で結論出てるんですよ。2回とも2ヶ月、2ヶ月ですよ。だから平均よりもっと短いにもかかわらず、なんで8ヶ月もかかってるのか。
だからここからですね、いろんな疑問疑惑が指摘されざるを得ないような現実があるというふうに思います。で、田代元検事のケース、これは東京弁護士会が審査補助員を選んでるんですけれども、どういう弁護士が選ばれましたか。できればお名前もお願いします。議決の要旨によりますと、審査補助員に委嘱されたのは沢新太弁護士という方であると承知しております。これが問題なんですね。不祥事を起こして、処分を受けていた人、元検察官ですが、でこれ不可思議なのはですね、日本人の今有権者の平均年齢は 52.02 歳ですよ。でこれまで検察審査会でいろんな問題がありました。鳩山元首相に関わる東京第4検察審査会の議決、その時の審査員の平均年齢は 52.36 歳ですから、日本人の有権者と大体一致するんですよね。であるいはJR 福知山線脱線事故の場合は2回の議決でそれぞれ47歳と53歳なんですよ。やはり割と高い。で、明石の歩道橋事件でも53歳と42歳。ところが、小沢さんのケースは先ほどを繰り返しますけれども 34.55 歳。だからここにいる人みんなが100円玉10回転がしてですね、みんなこう表が出たっていうような数字だっていうのは、これは統計学の権威なんですよ。普通ありえないことが起きているから、様々な疑惑が今も言われてる。だからこそ透明性を確保していかなければ、これから検察審査会がやることには様々な疑問ということが出てくる。仕組みとしてそうなっちゃってる。だからさっきも会議録の話がありましたけれども、どういう議論がなされてるかわかんない。だからそこで誘導がされた可能性だってあると指摘されたらどうするんですか。やはりそういう問題があるということをきっちりと、これからの検察改革もそうですけれども、検察審査会についても考えていかなければいけないというふうに思います。先ほど森議員の質問に対して、大臣がですね、個別の事件については差し控えたいと語ってくださいました。しかし田代元検事の問題っていうのは、平成24年昨年の6月27日最高検の報告書が出ていて、そこではなぜ不起訴だったのか、そしてなぜ、懲戒処分にしたのか、その偽造報告書の引用も含めて報告書があるわけですから、やはり個別の事件というよりも最高裁がきっちりとした捜査をやってる、調査をやったわけですから、最高検が。さらにこういうものを、例えば第三者機関の検証などをやっていく必要はあるんじゃないでしょうかね。そういうことを含めて、検察審査会のあり方も同時に谷垣大臣、最後に今後の方向性について、お示しいただければと思います。宮城法務大臣。今有田委員がおっしゃった田代検事の問題ですが、これは今現在再捜査が行われている最中でございます。したがいまして、これをどうするかということは、今この再捜査をきちっとまずやっていただく、これは個別事件は私は今申し上げるのは差し控えなければいけないと思っております。それから制度全般をどうするのかという問題がもう一つあるだろうと思います。でこれはもう私ずっとそういうお答えをしているんですが、まだ制度が始まって時間が短い、少しまだその何が本当の問題点であるのかということも十分まだ分かってないという気持ち私は持っております。今日はいろいろなご指摘を賜ったわけですが、もう少しこのなんて言うんでしょうか、実績といいますか、この事例の運用を見て、考えなければいけないことじゃないかと、私は現時点ではそのように考えております。ありがとうございました。